ニワッチ。ニワニワハローエブリバディ、みんなのアイドルニワトリニワ。さて今回はリクエスト料理ではなく、こちらのうなじろうを使ってうなぎ風料理を作っていきたいと思うニワ。みんなはこのうなじろうを知ってるニワか。これは言ってしまえばカニカマとかと同じニワ。魚のすり身を使ったうなぎっぽい味の練り物ニワ。でもこれはニワ的にはかなりクオリティが高いと思うニワ。身のふわふわ感とうなぎの皮独特のもっちり感をとてもうまく表現していると思うんご。といってもまあニワなんて本物のうなぎを年に1回食うか食わないかだから、あんまり当てにならない評価にはけどね。ちなみにこれ1パック300円ぐらいには、練り物としては高いからなかなか気軽に買えないにはけど、今回は半額になっているのをゲットできたには、にははついてるんごね。4パックあったから3パック買い占めてやったには。今回2パック使うから後の1パックはモブ山警部にでも出してみるんごかね。にはは、まあ前置きはこれぐらいにして早速調理に移るんご。今回作るのはひつまぶし、うまき、うざくの3品には。ひつまぶしはともかく、うまきとうざくは絶対本物のうなぎじゃもったいなくて作る機会ないだろうからちょうどよかったには。とりあえずどれも出汁が必要になるので、出汁パックを使って出汁を作っとくには、まずはうざく用のきゅうりの下準備には、両端を切り落としてその周りを軽く削っておくといいらしいには。この部分は青臭いとかなんとか。そしたら縦に切って種の部分をスプーンで取り除くんご。ここに水分多いから取るといいって書いてあったにはよ。あとは切った面を下にして斜めに薄切りにしていくんご。んで塩を少々振ってかき混ぜ10分ぐらい置いておくには、その間にうなじろうを温めておくんご。各料理に合った大きさに切って酒を振ってグリルで焼くとふっくらするらしいには。でもこれ本物のうなぎの時の方法だから、うなじろうにも効果があるのかは謎にはね。それでは先にうまきを作るんご。これらを混ぜた溶き卵を卵焼き用のフライパンで焼いてうなじろうを置き、あとは厚焼き卵を作る時と同じ要領には。はい完成。お味の方はタレをつけなかったのが原因にはけど、卵の味が勝っちゃってるにはね。卵で巻く必要性を感じないには。さてうざくの続きには、これでもかというぐらい水気を絞るんご。そしてこれらを混ぜたものにつけて冷蔵庫で冷やしておくには、うなじろうが温まったらきゅうり、うなじろう、きゅうり、うなじろうと順々に重ねて、最後に汁をかければうざくの完成には。酢の酸っぱさでうなじろうの濃厚さが引き立つにはね。うまきよりはまだありかなって感じには。最後にひつまぶしにはね、普通にご飯を炊いて炊けたらタレとうなじろうを半分入れて混ぜるには、茶碗に盛って残りのうなじろうをのせ山椒をかければ第一形態うな丼には。あーやっぱご飯が合うにはね。次はネギや刻み海苔、わさびなどの薬味と一緒に食べる第二形態には、刻み海苔忘れちゃったんごんね。そして最後に出汁に醤油と塩を少し加えたものをかけたひつまぶし完成形には、ふんふん普通に美味しいんごんね。さてそれぞれの順位発表には、1位うな丼、2位ひつまぶし、3位うざく、4位うまきという個人的な結果になったんご。ちなみにうなじろうはネット通販でも買えるから、近くに売ってない場合は利用してみるのもいいかもしれないにはね。それでは本編スタートには、これで作っても小さすぎて負けないには、動画のいいところは味を確認されないところにはね、かっこ暗黒微笑。それって鍋のテフロンが死んでるか火にかける時間が長すぎただけちゃうん。システムキッチン羨ましいんごね。もっと長く火にかけてればできるには、にゃんにゃん VTR？ にゃもよく分かってないからそれでいくんご。しょうがないんごね。
声って結構聞いてりゃなれるもんには。そんなことしなくても、2話特製性別変換薬を使えば一発には。ご新規さんいいぞ。愛してる2話よ。2話が失踪するときは実家に強制送還されたときにはから、一緒に社会の闇に飲まれようや。鶏主婦路線いいぞこれ。でも実際外で働くよりお家の中で家事をやってる方が2話の性に合ってるにはね。まるで薬物みたいだ。かっこ直言う。前回の動画を宣伝してくれた方々にはありがとう。2話ち。それじゃあ今回はこの辺で。バイバイ。にわっち。